ここで止めてました。あれから数時間後、風呂も入り酒も飲んだパテモス協会でございます。今回こそ最終回にしたいと思う。というわけで酔っ払いでやっちまうぜ。俺勝つから。乗ってるぜ乗ってるぜ、この勢いいくぜこの野郎。本当によ腐れハーゴン、今日ノリノリだよ。すいませんね酔っ払いです。レベル50やからな、もうこれ以上ないから俺、もうこれ以上ないから俺。ベホマのふざけんじゃねえ、クソ野郎。死ね、さっさと死ねえ。これ俺はレベル50なんで、これ死ねえ、クソ。死んやがるから死なねえよ、クソ。死ねえベホ、ああこれベホマすっかよ、ね、くたばれ、この野郎。54と90何もの差なんやねん。力強いことも使うんかね、使うんかね。言っとくからレベル50だこっちは、この野郎。もうこれ以上ねえんだよ、寝るなよ、寝るなよ、寝るんじゃないよあんた、ふざけんじゃねえよもう。本当によ、何なんだよ。もうこれ以上ねえんだよ俺には、俺にはこれ以上先がねえんだよ、これ先がねえんだよって、ないんだよ、寝んなよ、寝んじゃねえよこの野郎。目覚ませぞ、殴れこら、ぶち殺せこの野郎。こんなちっちゃいやつぶち殺せよ、お前枠に収まるようなやつなんだ、ぶち殺せ。聞くな、イオナズンなんか。イオナズンもよけろ、お前。これ2発くる。なんなんだ、この野郎。力立つよ。ベホマ使うなよ。お前、ベホマすっきゃな。もういいよ。眠らないよ。OK。200台倒せよ、こいつを。ふざけんな、このクソ野郎。ねんな、ねんじゃねえよこのバカ、なんぼねんねん、ベホマされてんじゃねえよ。じゃあお前の早いよ、攻撃早い、攻撃が早い。やめろって、やめろって、ビルロって。寝るか、寝たことないわ、寝ないからね。おい、ベホマすんじゃねえよ、ふざけんじゃねえよ、お前ら。ベホマの一生すんねえ、バカ。ねえんじゃねえよ。オッケーオッケー。次、ベホマすんなよ。ああもうほんとこのベホマ。ほんとこのベホマイラつく。このベホマうざい。ちょっと待って、ここで一回違うんだよ。よし、これ大丈夫だよ。で、これ2発ぶつけよう、これ。やめろ。あーもうベホマー、あーベホマー、あーベホマー、ベホマー、あーベホマー、ベホマー、お前ベホマすぎるやろこれ。ふざけんねんこのバフバ、ふざけんねんこのベホマー。どうかしてんねんベホマー、どうかしてんねんベホマー。ふざけんじゃねえよ、次ベホマかな。ベホマやろ、あーベホマ、やっぱり3発連続でやっぱ殴ら無理か、やっぱり3発。ふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、イオナズン、ふざけんなよ。ちょ待て、俺が後に力の盾使うぜ。俺が後にイオナズンを、あいつのイオナズンの前にイオナズンしてから。 OK、 もうここは3発殴るよ、ここから3発殴るから、ここは3発殴るよ、ここは3発殴るよ。おいやれや、パテブー、ここ殴れ、ここバカ、ここに殴れ、クソ野郎、殴れクソ野郎、なんぼペホマだよ、クソクソパテブーか、そう殴れバカ、先に殴れこのゴミ野郎、このクソゴミ野郎、先に殴れ、先に殴るっすよゴミ野郎。寝ねえよ、寝たことねえよ、その甘いけん寝るかよ、どんな甘いといけんってやっとんの、死ねこれ。おい計算つくか、逃げた、逃げるか、逃げちゃった、逃げちゃった、酔ってるって怖いわ、酔った状況で帰ってきてやるとかやば、置いてたけど酔った状況で帰ってきてやばい。だから意外にね、このね、なんていうの、ビギナーズラック的、寝た寝た寝た、俺寝ちゃった、起きろ、寝てんのまだ、
バカじゃねえの、起きろよ。バカじゃねえ、いつまで言ってんだよ。ふざけたことやってんじゃねえよ。起きろよ、バカ。バカ野郎。うっせえの、異様なやつ。知らんやつ。異様なやつも聞いたことないよ。異様なやつなんか聞いたことないよ。このクソ野郎。もう異様なやつやめろって言ってんの、バカ。なんで異様なやつ知らねえよ、そんなの。なんで異様なやつ知らねえよ、そんなの。バックみたいにわざわざ名前つけてんやる気持ち悪い。魔法にさ、イオナズーンとか自分で名前つけて気持ち悪い。気色悪い。イオナズーンって魔法唱えてんの。ダッサあ、ダッサいね、そんな。イオナズーン言って魔法唱えてる。ダサすぎ。ダサすぎて笑ける。なんやろ、お前二回攻撃だよ。いい気になんじゃねえの。いい気になんじゃねえの。うわー、ベホマや。終わらない終わらない戦いを歌おう、クソったれのために、うーん、バカ死ね、くたばれ死ね、ほらなんだよ、言わないの、マジ MP なくなれ、このカス MP がないようでなれ、 MP がないようでやれ、あー終わんねえよ、終わらない歌より終わらねえよ、終わんね、この戦いつになったら終わんのか教えてください、僕に。まあ、ベホマすぎ、ベホマすぎだろ、どう考えてベホマってる、ベホマに、ベホマりすぎやろ、ねんなよこのバカ、こんなためにねんやろ、クソ大げさじゃん、ゴミ、次ベホマかな、まあ次ベホマかな、あのバカの、バカのやっぱベホマだな、こんなね、カス野郎のチキン野郎のすぐベホマ使うんだよ、このクソチキン。こんなチキンなのにさ、大魔王だぜ、こんなチキンのくせに大魔王。あー、ダッセ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 ーは大魔王だね、ダッセー。超守りの大魔王、ダッセー。こんなダサい魔法、大魔王、初めて見た俺。もうダッサいわー。ダッサい大魔王。ダサすぎて笑ける。俺の作戦勝ち。うっせえ、このうっせえやろ。ぶち殺してやっからな、このさ。指導。指導、ぶち殺してやる。竹内結衣子とか浮気してんじゃねえよ。竹内結衣子浮気してないな。竹内結衣子が浮気されたな。ぶち殺してやっからな、この野郎。お前、ぶち殺してやっからな。おい、右踏まえるな、ベホンマ。お前も弱ってたん、最初から。行け行け、よし、避けろ、おい、なんだよ、あいつの攻撃が先とか。意味わかんないのやってんじゃねえよ。よし。やめろ。やめろって言ってんだよ。ベホもやっとけ、一生。一生ベホもやっとけ。一生ベホもやるで俺勝てへんから。一生ベホもやれば。いいよ、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 いいよ。どんまい。どんまい指導。どんまい指導。どんまい指導。俺がただ怖かったよな。ただ、意識なくなる、眠ってんの、いやどういうことだ、もうこれ最後、ふざけんじゃねえよ、この腐れ指導、そうだね、ぶち殺しやっから、ぶち殺しやっから、大至急ぶち殺してやるか、やろう、ふざけんじゃねえよ、酔っ払いの強さ見せてやるからな、ふざけたこと言ってんじゃねえよ、ねんじゃねえよこの野郎、ビンタ食らしてやろ、この野郎ビンタ食らしてやろ、ガーバいくらねえんだよ、がっかりだよ、パテムにはがっかりだよ、ここぞん時に寝ちゃうんだよ、ここぞん時に寝ちゃうんだよ、こいつ寝不足だから、ここどん時に寝ちゃうんだ、こいつ。ぶち壊ってんの、ゴミクソ野郎。ゴミクソパテム。ほんとゴミクソパテムだよ。ゴミクソパテムだよ。ゴミクソパテムって名前つけろ、お前。字余りやろ。そういうんじゃないかな。回収に出せ、お前。カス。100与えた。ベホマするやつどうせ、あーどうせベホマするとつもってるけど、
ほんとさ、こっちのチャンスをさ、無駄にするタイプね。こいつの戦い方。会心の一撃待つか。会心の一撃待つかな。このバカな。バカな。最強に運のない男の会心の一撃待つかな。だよ、つくんじゃねえよ、このゴミ野郎。ほんとゴミ野郎だな、このパテムって。パテムみたいなゴミ野郎見たことが俺、今まで人生一回もないよね。こんなゴミ野郎一回も見たことないわ。こんなゴミ野郎初めてだ俺。二回攻撃すんなよ。ふざけんなよ。俺から二回攻撃させろじゃん。でほら、ラディオバカみたいなガールやってんの。寝ねえよ。ふざけんなよ。寝るともう超えちゅうとか。あー、もうイライラしちゃう。俺、そう、超イライラしちゃう、こういうの。こういうの超イライラしちゃうんだよ、こんなクソみたいなやつだ、ほんとに。ふざけんじゃねえよ、ね、ふざけんじゃねえよ、死ねえよ。よし、赤字もらった。うっせえ、貸す。お前なんか前哨戦すぎねえんだよ。ただただ前哨戦なんだよ。前哨戦なんだっつうんだよ。なんで言ってもそんなのわけのわからねえ演出とかさ。道具。光の剣、聞け聞け、やっぱ聞かねえのかよ、聞かねえのかよ。おいやれや、ボケ。聞きやかす、ググれかす。よいしょ、いいよ、いいよ。なんぼベハマさん、どんだけ石橋叩いて歩いてんの。石橋叩いとんねん、このカス野郎。わお、なんやねん。オッケーオッケー、これいい答えだな。おい、もう俺がさ、回復できへん、全然。あぁ、お前光の剣見たか、このカス野郎。光の剣みんなっつったろ、このゴミゴミパテム。何見てんだよ、光の剣とか。バカじゃねえよ、これよ。光の剣だよ、お前。お前まで前ミスってねえやろ、カス。会心の一撃出ろ。会心の一撃出ろって。ベホマすんなよ、お前。会心の一撃出ろ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 。行け！行け！あれ、アーサーだね、生き返った。あれ、買っちゃった買っちゃった、俺買っちゃった。おい、お前ら何生き返ってんねん。俺コミショやで。言うとき俺コミショやで。ルールできんのかな、この際。ルーラーどころかさ、俺キメラの翼を持ってないの。歩いて帰れなかな、これ。これ歩いて帰れんのこれ、俺もしかして。ラーミアとかいい日の。船とか俺どっか置いてたっけ。これ船とかどこにあったかとか全然知らんやけど。キメラの翼持っといたらよかった。俺帰り道とか全然そんなこと考えたことなかったんやけど。これロンダルキアやろ。ロンダルキアの祠って、あー放心状。買ったわ。買ったけど、どっから買いに行ったっけ。もうやばいな、酔ってやるもんじゃねえな、これ。酔っ払ってやるもんじゃねえな、これ。買っちゃったよ、俺買っちゃったよ。あ、ここや。言ってくれな。
割りになって、あのハーゴン倒せるおかずにこの家で、ハーゴンは弱かったよ。わあ、俺買ってもた。結構だって忘れてもた、遠い昔の話すぎて。これどっから来たっけ。どっか出る日なんだ。どっかが出るんちゃうだっけ。であいつ何、こいつ何、こんなんいたっけ。あ、これあれじゃ死ぬ。え、俺どうやってこれ帰んの。あ、ここか。あーあーあああああ勝った。俺勝った。ああ、俺勝ったね。勝った、俺勝ったわ。俺勝ったな。俺勝った、俺勝ったな。これ俺が、ちょ待って俺どこ行くねん。これそれよりもやっぱラザローレシアに帰んの。わあ、俺勝ったー。勝ったけど余韻が長すぎる。あー、俺勝ったけど余韻長すぎるな、これ。なー、あー、余韻が長い。もうすぐエンディングが良かったのに、すぐエンディングが良かったのに。俺とか長いこれ、ドラクエ1より長いこれ。ちょ、俺どこに向かってんのこれ。これいいのこれで。これ何これ。俺どこ、これ。俺じゃこんなとこ行きたいわけじゃないんじゃないのこれ。俺これどこなんこれ。これどこに行っちゃいいのこれ。もう帰れないよ。これどこに行きゃいいんだよ。鉄は、あ、これ世界中の歯とか。世界中の歯っていうことは、あれやな、上か。はぁ、買ったけど、なんかさっと割れないね。やった、勢いで勝っちゃったよ。シードを倒しちゃったよ。なんなんだよこれよ。ルビスの守りだよここで。ね。うん。この辺ちゃん。この辺あれ南の祠やね。南の祠だよねこれね。長い旅やったな、こればっかりはな。あー、もう勝てないと思ったな、こればっかりはな。何、そもそもローレシア基準。あ、ローレシア基準。これノー、ノーだよ。ノーだっつってんだよ。ノーだっつってんだ。ノーなんだよ。ノーなんだよ。俺はね、ロトの勇者なんだよ、ロトの。言っとくけどね、酔っ払ってっけども。俺はね、ロトの勇者なんだ。わかるか？どういうことか。どういうことかというとね、稲妻の剣じゃねえんだよ。
ロトの剣、ロトの鎧、ロトの盾、ロトのカブトマンだ。これで次回読む。というわけで、バズマス教会でした。あー、勝てんのかな、これでさ、攻撃力なんも下がんやろ。次回こそ最終回だぞ。もう今の強さなんぼや。攻撃力200。え、これだけど、装備が稲妻の剣ってなんぼや。200ぐらいの攻撃力が40ぐらい違います。俺はだってだ、ロゾなんだから。俺はロトの名をか名をロトの名にかけてロトの剣でしよう。これぞこれぞね、ロトルですよ。